シンガポールにある屋外コピティアムの一例、マレーシアにある屋外コピティアムの一例、コピティアムは、主に東南アジアのマレーシアやシンガポールなどで見られる、コーヒーや伝統的な朝食を販売する店舗、区切ってコピティアムとも、この言葉は、マレー語でコーヒーを表すコピと、店という漢字を、ビンナン語で読んだ、店ティムからなる語彙である。当地のビンナン語では、店、コーヒー店などと表記する。メニューには通例、卵やトースト、蚊や、コーヒー、そして、日本を含む東南アジア諸国で、一般的なネスレミロなど、簡単な軽食、飲料が含まれている。シンガポールにあるコピティアムは、通常、国内の産業やビジネスが発達している地区や、ほぼすべての居住区域で目にすることができる。そのほとんどは、小さな露店や店舗の集合体であるが、中には、各々が同様の露店で看板が同じ形式にもかかわらず、フードコートを思い起こさせるような形態のものもある。典型的なコピティアムでは飲み物の露店が営業しており、コーヒーをはじめ紅茶やソフトドリンクその他の飲み物、他に蚊やトーストや柔らかいゆで卵などの朝食メニューが販売される。露店にはシンガポール料理を中心とする種々の料理を提供する独立した店主が器具一式を借りて営業している形態のものがある。コピティアムでは異なった民族性や食習慣を持つ人々でも一般的な場所やテーブルで食事ができるよう異民族の伝統的な料理でも注文が可能なことが一般的である。また、コピティアムはシンガポールにおけるフードコートのチェーン店の名称でもある。コピティアムに隣接する五香風味の揚げた軽食を販売する露店。シンガポールにあるようなコピティアムは、マレーシアでも至るところで見られる。しかし、2国間では、差異も見られ、マレーシアにおけるコピティアムの特徴として以下が挙げられる。近年は、新たな形態のコピティアムが出現している。解雇趣味や富裕層の増加などの社会の流れの中、古風な店舗がリバイバルして人気を呼び、かつてのコピティアムに似せた店舗も増えた。これらの新しく作られたコピティアムは、ファーストフード店のようになり、装飾の点では古きコピティアムを思い起こさせるものの、伝統的な店舗建築そのものではなく、ショッピングモールのような、よりモダンで衛生的な雰囲気も併せ持つ。これは、スターバックスやザ・コーヒー・ビーン&ティー・リーフなどの外国のコーヒーチェーン店による、いわゆるコーヒーカルチャーが巻き起こった後に現れたものである。新しいコピティアムもこうした。コーヒーカルチャーを知った上で、地元の風味や手頃な価格を取り入れて、利益が上がる代替商品を提供するようになった。マレーシアにおける近代的なコピティアムのパイオニア的存在に、アンクルリムというブランドの店舗がある。多くのコピティアムがそのコンセプトに従い、今日では、マレーシアの各所で100以上のブランドを展開している。近年では正統派コピティアムを体験でき、また、中には、朝食やランチ、ディナーといった広範囲にわたる食事メニューを提供する店舗もある。コピティアムは店員や年配客がコーヒーを飲みながら国政や仕事場、テレビドラマや食べ物についてなど様々なニュースや話題を交換し合う場になっていることから噂話やゴシップを指してコーヒーショップトークと表現することも一部で行われている。ありがとうございます。